どっこい翔平初のホストオーディションを開催します。どっこいさんの下でホストになってお金を稼ぎたい人、有名になりたい人、5月28日トップダンディ本店にて開催します。ホストになりたい人は予約せず現地にてお待ちしてます。どっこいさんだぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。あ、すいません。あ、すいません。これじゃないですか。お願いします。お願いします。はい、じゃあまず一番初めに自己紹介。自分は石黒慎介です。はい。元奥さんから面白いホストさんっていうよっていうことで動画。年齢と出身だけ聞いてもいいですか。ちなみに今日はお酒飲まれてます。飲んでます。今酔っ払ってるテンションですか。いや、これ普通です。大丈夫ですか。これ面接なんで、はい、お酒飲んできても困ります。大丈夫です。36歳、はい、出身は千葉県です、はい、じゃあこれ何を見て応募したかって聞きたいんですけど、まあ、さっきの奥さんの影響みたいな感じです。でこれ僕が一番気になったのが、はい、今日いきなりお店に来たじゃないですか、はい、携帯はありますか。あります。あります。電波届いてます。これいきなり来た理由は何ですか。面接してくれっていきなり来た理由。最近もともとやってた仕事をこれになったことがあって。何すか。首、はい、はい、あんまり人に合わせられないところが自分あるんですが、人に合わせない借金もあるんですが、それをドンって返して、あと車の免許とかも自分の中で子供をしっかりと育てたいっていう気持ちが最近芽生えてきたのもあって、所さんの元で修行して人生をかける思いで憧れのある所さんの元で修行していきたいなっていう気持ちで。なんで連絡もせずに急に店来て、はい、しかも今酒飲んでできましたよね。舐めてんのかなと思うんですよ。なんか酒飲んで面接来るで、もともとその結構人見知りがあったりとかして、うん、飲むとやっぱり楽しくなるし、ただ前働いてたお店では、いや、そこはどうでもいいですよ、はい、うん、まずトップダウンにいきなり面接来て、今日どうしてもやってくれって連絡来て、まずそれが失礼じゃないかって話してるんですよ。舐めてないかなって感じなんですよ。舐めてないからしたら、さっきも下でいきなり俺に抱きつこうとしてきて。じゃあだって今から働いたら、まあ、年齢関係ないですよ、僕より上ですけど、はい、僕が上司になるわけで、はい、その上司のもとに対して、はい、いきなり飛び込みで面接してくれ、しかも今日酒飲んでます、はい、会った瞬間抱きついて、でそれどう思います。自分のちょっと憧れるところがしますけど、じゃあだったらなんで前もって連絡してこないんですか。店に持って店長が対応して、はい、まさきが対応してみたいな感じで、じゃしつこいから一回やるかみたいな話になって今いるんだけど、はい、本来だったらちゃんとアポ取って店に電話するなり、はい、求人からメールするなり、はい、それもせずにいきなりお店に来て酒飲んできて、はい、会った瞬間抱きついて働きたい人のやる行動かなって、まずね、その前に面接受ける前に、はい、でホストクラブだからって酒飲んできていいと思うのよ、ね、急に来ていいと思うのよ、マジで。ちょっとこう本音で話せるように、下向きながら喋んな方がいいですよ、声取られてないし、はい、本気で俺の元で働きたかったらそれ伝えなきゃ。わかりました。目見て、今36歳でしょ。そうです。じゃあ僕ハキハキしなきゃ。わかりました。どこいさんの許可がもし下ろしていただけるんであれば、ずっとそれまでノーマルでやらせてもらいます。ずっと動画を見て、じゃあ今一旦、じゃあこのいきなり面接に来た、はい、酒飲んでるったら一回なしで普通に面接します。ありがとうございます。社会人なんだから、はい、そこだけしっかり注意してくださいね。すいません、みんなを守りたいやつがちょっといきなり面接来てみんなを守るんですか。あ、違うんですよ、東横の人たちのことも。東横の方なんですか。もともとそうだったんですけど、みんなそれぞれ事情があってああいうところに集まると思うんですよ。しもない人ってやっぱりいるじゃないですか。そういう人でもこういうところは優しいとか見てないってことでしょ。自分も全然見れるけど、はい、それで見たいんだけど、はい、でも最初の第一印象で、はい、それはないよねって話、はい、僕もそう見たいよ、石黒さんのこと。36歳なんてまだ若々しいし、はい、ワンちゃん自分と同じ間それでも下にくらい見たいから若々しいからハキハキしてんだけど、ありがとうございます。ちょっと常識がなさすぎるから、いいとこを見てほしいなんじゃなくて、はい、じゃあ見せる努力をしてね、一番最初は初対面だし、はい、
お互いとの距離感だったりとか、はい、それじゃその東横の話聞いていいですか。はい、東横の話は今日本では結構名前になります、ね、自分その時韓国で働いてたんですけど、夜お酒を結構煽るように飲むっていうのをさ、リスクカットだったりとか東京だったりとかしたこともあって、でも元奥さんはキャバクラで頑張って働いてくれて、自分の借金を立て替えてくれたりとかしたこともあったので、すごい感謝してます。ただ、別居をしまして、まず寂しさだったりとか、悔しさから浴びるように酒を、ストロング缶を日に日に15本とかに飲むようになってしまって、外に出るのが怖いというふうな状態になりまして、仕事を辞めて。今日はどういうふうに過ごしてますか。どこで飲まれてたんですか、場所は。東京のあのセブンとかで、元ホストの人とかで、ホストがいたいのかなっていう話をして、その中で、はい。体験入店は他に行って行ったことあります。行きましたけど、断りました。断った理由は、先輩と一緒に回したんですけど、新規で一回もつけて、掃除もその先輩にしなくて、ちょっと違うかなっていう思いで断らせて、自分がもともと働いてたんです。そこからですか。そうです。そこも前みたいなやつは新規に断られたんで。ちなみに理由は何ですか。なんか自分に対するこれがすごく暴力がというのもあったんで、自分がその新人賞を1ヶ月に取らせてもらって調子乗っちゃって300万ぐらいの収入したんですよ。でそれ取られちゃって返済生活になったんですけど、別にその人本人に迷惑かけてるわけじゃないんで、そこまでされるもんなのかなっていう。ホスト歴はどんぐらいですか、全体で。6、7年。まあまあ、まあ、あるんですよ。今後の目的と何かあります。社会の人材と運転免許取ることと、まあ、ちなみに前科とかあったりします。ないですか。はい、働くさんと埼玉から来るんですか。そんな通わない距離じゃないですよ。本部ですよ、最近。ホームレスだったんですか。ホームレスはその奥さんから追い出されて、まあ、本当であればホームレスで入れようっていうのは気を引くためにわざと言ったんですよ。なんですけど、ああ分かったよって言われて、じゃあ終電までに寝てってねって言われて、どうでもいいやと思って。その期間がどんぐらいですか、ホームレス期間が。1ヶ月ぐらい、はい、まあまあですよ。今生活保護ですか。はい、生活保護で普段何してるんですか。お酒毎日飲んでます。飲んでないです。そういった症状とかもあるんで、まあ、まあ、症状っていうか、あのアルコール症状とかも、アルコール依存症みたいな感じ。そうですね、それも病院に行って保護のシステムを使って。今日お酒飲んだのは東横に行ったのがきっかけで、久しぶりに仲間と飲んだみたいな感じですか。そうですね、まあ、それで、まあ、ちょっと盛り上がったっていうのもありますし、周りの方たちが意見が持っていただいて、どん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 こう信頼を超えてきたので、失礼なのは正直で、なんで非常に挨拶してみました。正直です。わかりました。まあ、今トップダンディの本店の方は経験者に今入らない状況なんで、はい、一度トップダンディ2部分かります。分かります。朝からやってる。ああ、朝もそうです。はい、一旦そこで面接してもらって、はい、まあ、最初はウェイトドームから信用してるといいなら、はい、まあ、一緒に働いていく方向で考えていきたいなと思うんですけど、代表判断にはなるんでみたいな感じですかね。何聞いていいですか。失礼します。
こいさんが在籍するトップランディ、トップランディラブ、トップランディ朝営業では従業員を大募集します。 YouTube で密着されたい方、有名になりたい方、お金を稼ぎたい方、じゃんじゃんお待ちしてます。興味ある方は Twitter やインスタの DM からご連絡お待ちしてます。どっこいさんがさ